バキバキ童貞のグンピーさんのブックオフ店長時代の売り上げの上げ方を元ブックオフ店長の私、源勢羅岩が分析するというお話です。今日はね、ちょっと緩いテーマで。バキ童さんはですね、レジ横にエロ本を置いたり、ホームレスから買い取りをしたりっていうお話をしてくれてます。実は私も2014年まではブックオフ店長でした。今よから10年前ですね。今明かされる経歴ということで。で、グンピーさんはレジ横にエロ本を置いて売り上げを稼いだとおっしゃってるんですけど、エロはね、売れます。はい。大事です、エロは。私が入社した頃はまだね、アンダーグラウンド感漂う会社だったんですよ。現場の裁量が大きかったんだよね。で、2010年頃からなんかきちんとしたお店作り、なんかごちゃっとさせるな、みたいな指示が出るようになりまして、エロもね、お店の奥に追いやられて、エロい棚の両脇には板を張れって言ってね、こう、俺がエロい棚だとしたら、ここに板をバーンって立って、横でこう買い物をしている人がちょっと振り向いてもエロいものが目に入らないようにしろみたいな指示が出て本部から棚板が送られてきました。そうするとね、まあエロ本を買いに来たお客さん同士でこの棚を見る交代制ができたんですよ。まずはまあ一番最初にエロい棚をで買い物する人がいるじゃないですか。まあ大体腕組んでるんですけど、こうやってわーって見てるわけですよ。で、エロいものがだいたい店の奥に集中するようになったんで、その隣にはね、グラビアの写真集とか置いてあったんですよね。で、そうすると、隣でエロい棚を見たい人は、まずグラビアの写真集をそこまで興味ないけど、まあ出したり入れたりしてるんですよ。で、3番目に待ってる人は、そうするともっちょい隣のね、アンダーグラウンドの雑誌コーナーとかにいるんですよ。私がお店やってた時はね、ちょうどそういうので、ムーとか、あと噂の真相とかいう雑誌がドカッと入ってきて、まあそれを並べたりしてたら、まああんま興味ないんだろうけど、それを読んだりしてる人がいて、開くと、こうスライド式にね、お客さんが、じゃあエロいたないって。で、まあムーを読んでた人は写真集の方にずれるみたいな動き、フォーメーションがね、できてました。まあこれも大事だよね。うん。で、エロい本って全部18禁のものって、中がめくれないようにして、プラスチックの透明なね、ビニール袋に入れなきゃいけなかったんですよ。そうすると、まあ、エロいもの見てるときって男は喋んないじゃん。だから、本を売るならブックオフっていう BGM が流れながら、こう、カサッカサッっていう音だけが店内の奥で響く。そういうなんか、そうね、吉野家のね、吉野家文学に近い状況がブックオフの奥でも繰り広げられてました。多分肘とか当たったら殺し合いが始まってたと思う、あの時。うん。で、週刊誌はね、買っちゃいけないことになってたんですよ。エロ漫画週刊誌とかも基本買っちゃいけないし、エロ、まあ写真集。エロい写真集というのが、まあ、エロ雑誌ですよね、週刊。もう基本買っちゃいけないことになってたんですけど、まあ、売れるんで買ってましたよね、ちょいちょい、私は。まあ、安く買って100円で売るみたいな風にして、まあ、それでもやっぱ売れるからね、ペンギンクラブとかさ。うん、あれ月刊誌かわかんない。もう思い出せないな。で、私のこの2010年とか15年頃なのかな、エロ雑誌に、付録の DVD が付くようになった時期があるんですよ。皆さん、覚えてますか？そうすると、たまに慣れてないアルバイトさん、女性のさ、新人女性アルバイトさんとかだと分かんないじゃん。そういうのも。そうすると、付録の DVD がないものも、消費買い取って棚に並べちゃうことがあったんですよ。そうすると、それを買ったおっちゃんが家に持って帰ったら、付録の DVD がねえって、お店に怒鳴り込んできたことがありましたね。もう勇者だよね、そんな。105円のさ、商品で付録がなくて切れるみたいな。で、それがね、2、3回続いたんだよ。で、3回目ぐらいで、ごめんなさいって俺も言ってね、でもね、うちも新人アルバイトとかいて、なかなか慣れてなくて、100% そういうミスをしないっていうことができないんです。で、買う前に、こう、エロ本をね、少し、追ってみてくださいと言って、
にょにょにょって。そしたら中に付録の DVD があるかないかをお客さんでわかるでしょうと。まあ、それでやってくださいと。これあんま文句言われちゃうと、今度買い取りをしないっていう風になっちゃうと、お互い困るじゃないですかっていう話をして、おうって感じで納得してもらいましたね。うん、で、DVD 入ってなかったら、また棚に戻さずにそのまんま平台のところにボンって置いといてくださいと。それでおかしいと思ったら、うちでもうそれ処分しますんでっていう話をした記憶があります。まあ、勇者おっちゃんですよね、それも。若い人でそういうクレームはなかったね。まあ、そんなわけで、エロに力を入れるのは正解なんですよ。はい。そんなね、やっぱツタヤじゃないんでね、ブックオフは。私の時は。今はツタヤっぽい雰囲気を出そうとしてるのかもしれないですけど。で、二つ目はホームレス。自称、通称、拾い屋と呼ばれる人からの買い取りですが、普通に持ってくればね、うちのお店も買ってました。ただ、めちゃめちゃ態度悪い人とか、暴言吐く人とかがいて、そういう方は出禁にしちゃってましたね。で、ブックオフはね、仕入れが売り上げを決めるんですよ。仕入れがなきゃ売り上げ立たないです。お店にあるあの大量の本や商品は、すべてお客さんからの買い取りなんですよ。なんか別ななんか業者から仕入れるみたいなルートは一切ないんですね、基本的に。なんで、買い取りを増やすことは売り上げを増やすことなんですけど、買い取りが増えるっていうことは、その後の仕事も増えるんですよ。買い取った商品を、これもうまずね、買い取りっていうこと自体がかなりの大仕事なんですけど、それらを売り物になるように拭いたり、まあ、削ったり、値段をつけたりっていう作業が、加工が必要になるんです。で、それを棚に並べてレジで打つっていうね。つまり、1回の作業で4つの作業コースが増えるわけだよね。つまり、買い取りを増やすと仕事が4倍増えていくっていう話なんです。で、まあ、大変かなーって皆さん思うと思うんですけど、これ言うよりね、めっちゃ大変です。で、実際その日買ったものを次の日まで全て棚に並べるっていうのはマジで至難の業で、私のお店はね、1日4000点近く買い取ってた時がありまして、それを7人でさばききるっていうのは、まあ、はっきり言って汗だく状態ですね。で、当時のブックオフでは、店長の仕事の大部分は、その買った商品をすべて出し切る、棚に並べるっていう、その環境を整えること、シフトであったりとか、まあ、在庫管理とかね。で、グンピーさんはね、まあ、それをやりきったってことですよね。まあ、すごいことだと思います。で、アルバイトさんは仕入れが増えると仕事量が増えちゃって、まあ、不満も溜まりやすいわけですよ。時給変わんないのに、どんどん仕事が大変になってくるっていう状況ですね。はあ、で、じゃあ新規にアルバイトは雇えばいいじゃんって思う方もいらっしゃるとは思いますが、はい、本をさ、買ってさ、で、販売されるまでってかなり時間サイクルかかるんですよ。仕入れが増えたからって、じゃあその次の日から売り上げがドンと上がるかってさ、そんなことはないんで、そうすると売り上げが上がらない限り新しいアルバイトさんは雇えないんですよね。うん、利益を圧迫しちゃうから、前年対比とか。うん、しかも、雇って3ヶ月はトレーニングが必要なので、その新人アルバイトさんがすぐに使い物になるっていうことはありません。しかもトレーニング担当の人をつけなきゃいけないので、うん、はっきり言って、最初雇って3ヶ月はマイナスの生産性になっちゃうんだよね。まあ、これがほんときついっていうね。まあ、そういった困難を乗り越えて売り上げを上げたグンピーさんはすごい店長だったと思いますっていう。まあ、ちょっと、ブックオフの時代の話をね、聞いたら思い出しちゃってね、いろいろ。それでちょっと話させていただきました。で、後半のね、まあ、ブックオフあるあるみたいな話は、まあ、ちょっとマニアックすぎるんで、メンバーシップでお話しさせていただきます。まあ、大した内容じゃないんでね、入会はしなくて大丈夫です。それではまた次回お会いしましょう。またねー。